But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. あ、すごい綺麗でしたよ。イエーイ、合格。うん、いいことなし。じゃあ皆さんちょっと怖いんですが、加藤先生にダメなところ全部指摘してもらうタイムが始まりました。僕がね、泣かないように皆さん祈っててください。できますよ。はい、あ、はい、お願いします。じゃあちょっと頑張るね、割と。はい、わかりました。I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. はい。よかったと思いますけど。データや、じゃあ褒めてからけなすタイプ。素晴らしい指導者です。どうぞ。あ、Hide away の away がちょっと潰れててなかったかなって思って。あ、W が足りない。Hide away の W ちょっと少なかった。Hide away, hide away.、うん、こんぐらいだったらいい？うん。もっと？いや、いいと思います。Hide away. さっき今出てなかったんで。Hide away. その後の want の want your の want は出てましたね。お、マジか。口が出てたんで。まあ、うん。まあ、parts も、まあ、よしとしましょう。ギリギリだそうです。次行きます。I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are.But どうぞ。いや、すごい、最後のあーも綺麗に聞こえましたね。はい。あれ、りょうさんって、だの音って下噛んでます？ They say って結構噛みましたよね、今。どこ？あ、They say。すごい噛んだね。うん。どう？指導してる、ね。噛かなく、そんなに噛まなくてもいいんじゃない？ Run away, they say って。すごい下が見えたけど。Run away, they say, they say. Run away, they say. まあ、なんか草を噛むってみんな、ね、教わってるから、うん、あの、舌を噛むっていうよりも、上の歯に舌を当てて、それが擦れた時に出る音が DH なので。噛むより擦れる音なんですね。そうなんですよね。別に噛んで音出ないじゃないですか。だって先生もし噛まなきゃいけないって思ってて、その歌う人たちが、うんうん、なんかそれでなんか舌が間に合わないとか、なるほど、思ったらかわいそうだなと思って今ちょっと、じゃあもうちょっと軽くでいいわけね。そうですね、ありがてえ。 But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. あ、すごい綺麗でしたよ。イエーイ、合格。うん、いいことなし。うん、分かった。イエーイ、次。 噛んじゃったよ、また。めっちゃ下噛んじゃった。When the sharpest, むずっ。ね、SH ね、さっきやったやつね。ああ、そうだね、意識するとね。When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the flood. あ、難しくなってきた、なんか。When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna see the flow, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. うん、なんか、I'm gonna って結構はっきり言ってるんだね。じゃ、言い過ぎ、言い過ぎ。5に聞こえる。I'm gonna ぐらい。あ、もうそれぐらいで、うん、いいと思うし。曖昧ぐらいがいいですね、ここ。そうですね。結構はっきり聞こえちゃったかな。あと、はい、あと、sharpest words。words って、なんか wars に聞こえたけど。もっと明るいワード、あ、明るい部分？ wars。wars。wars。なんか wars って言うと、あの、スターウォーズになっちゃうので。ああ、バトル。もう戦争。まあ、スペルにね、そう、スペルに戦争連れてかれるっていうのがあるんですけど、okay. wars。発音は wars ってなくて、wars。when the sharpest words。words words wanna cut me down, I'm gonna ぐらい、I'm gonna send a flow, gonna draw them out, I am brave, I'm a bruise, I'm a for women to be か。 OK、 次、うん、Look out, cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no apologies, this is me。 うん、いいと思います。もうめっちゃ疲れた。めっちゃ厳しいんですけど、この先生。ありがとうございます。なんか、俺も正直、日本、はい、英語わかんないんで、意味。まあ、調べたらわかりますけど、わかんないんで、なんかわかんなくても楽しいんですよ、正直歌うときって、うん。そこそこできたら、
いいやって思ってる人もたくさんいると思うんですけど、やっぱりもうこうやっていろいろ言ってもらうと、うん、なんか自分がさ CD に近づいた感じがすごいするわけです。キアラの歌ってる英語の発音に近づくのってすごい面白いし、うん、それで生まれるさ抑揚とかニュアンスとかリズムとかもあるし、だからねみんなねこういうね厳しい先生を見つけて教えてもらうのがいいと思います。そうですね、まあ今いろんなねネットとかで、うん、まあ英語発音とか、うん、まあフォニックスとかいろいろ調べると一覧が出て、その口の形とかまで出てくるので、1日5分くらいでもいいからちょっとその音声聞きながら、あこの発音記号ってそういえば学校でやったなと思って、やっぱどんどん自信がついて英語っぽくなってくると思うんで、ぜひぜひ英語の勉強もちょっと兼ねて兼ねてやってほしいかな。兼ねてでみんなねえ、ちょっと気重いね、気重いかなって最初は思うと思うんだけど、ね、やっぱりやり始めるとね楽しいわ。なんで、うん、歌も楽しくなるし、楽しいですよ、うん、てかまあそもそも英語喋れたらいいしね絶対ね、うん、はい、カズホー先生でした。大きな拍手を、イエーイ、ありがとうございます。ピーハラピーハラ。あのここからね結構マニアックなゾーンなんで、なんで 見たい人だけ見てください。まあなんか日本人がやっぱ苦手なのってやっぱり、破裂音、破裂する音。うん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 。さっき、まあ、ちょっとやったけど R のところで、うん、Parts の。もっと近くでやって、近くでやってねと。はい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 。そんぐらいやるんだね。P の音が、あのまあ、ティッシュとかもし近くにあったら持ってほしいんですけど、うん、これをってプッてやったらポーンって吹っ飛ぶぐらい、はいはいはい、それぐらい強く言うのが、まあ、英語の音なので足りないんだね。全然足りないですね。破裂パーツ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 、 OK、 空気の音で聞こえる聞こえる。 SH の発音、みんな SH の発音って覚えてますか？高校とか違う、白石の詩だよ、白石合ってますよね。はいはい、シュシュシュの音、シュシュシュで、S 一つだけだと、スの音だけど、H がつくと、シュッシュッになりましたよね。で、この時、ただ、例えば、sharpest、サビで出たよね、sharpest、sharp の、sharp、sharp、sharp って、普通に sharp って言うと、ちょっと英語っぽく聞こえないんですよ、日本人的な感覚で言うと。こういう時は、唇をこうグッとこう、うーっていう、W の音みたいに、うーってこう突き出して、出た、カズホ先生得意なアヒル口。中口ね。はい。で、sharp, sharp, 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 sharp. ほんとだ、ちょっとぽくない？これ口出さないとすごいね、薄っぺらい SH の音になってしまうんで。sharp. CM 待ってます、sharp. 来るかな？ sharp. あとは気になるといえば、鼻音かな？鼻音なんですか？鼻の音。鼻ね、鼻にかかる音。M と N なんですけど。まあ、まみむめもなにぬねのの音なんだけど、うん、まあ、英語はもうちょっとくどいかな。例えば、あのさっきマーチとかだと、マーチ、め、め、え、待って、ダメなのはどう思ってダメなやつは？マーチ。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 もっと鼻にかかる感じ。マーチ。あと、ノーとかになったけど、うん、N の音。これも、な、ぬ、ぬ、ぬ、ノー。ぬ。ね、それぐらいかけ鼻にかけてほしいかなって、no. うん、no. なんか分かった、悪者ってこんな感じだよね、ヴィランズね。あー、no. 鼻にかかってるね。そう、そんな meant to be こんな感じだよね、でもね、そう、分かった、ヴィランズだわ。そう、ヴィランズの悪い魔女になった感じ。笑い方アースラって言われるときあるビヨンとさ、ハン、これなんていうの、 N のってシクキー音、なんていうの、これこれ、ね、死刑音って、死刑音って言うんだって、はい、死刑音なので、歯のNo. No, 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 no. すごい顔が死んでた今。Y の音、これは半母音の音って言われてるんですけど、はい、聞いてます、はい、聞いてます。やゆよの音。やゆよ、ね、まあ、やゆよって言うとすごい、ランナー言えんじゃん、日本人でもって思われるかもしれないんですけど、うん、あ、もうちょっと英語はくどいかな、やっぱり。いえ、いえ、いえって。練習する。これ何？ U の U の U？ そう。U。U。U。舌をグッと出します。U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 。こんぐらいね。うん。U。U。や。U。よ。や。U。よ。や。U。よ。それの。や。U。よ。こんな感じで U。あなた。U。You and me. You and me. 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 これ B、これ B音ね。Me. You and me.あ、で、me ね。You and me。これね。
ハリウッドスマイルだみんな。Me。Me。OK。わかったわかったわかった。うんうん。ちょっとこのぐらいでいいですか、勘弁してもらっていいですか。はい。これでね、いっぱいあるんですよ。なんか加藤先生にはまたちょっとね、別の曲の時にね、教えてもらおうかなと思ってるんで、またぜひご指導のほどお願いします。こちらこそまたぜひお願いします。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。